ここ数年で急成長をし、北京オリンピックで銀メダルを獲得したスペイン。スペインチームのコーチとして藤木真由子さんが果たした役割は少なくありません。今やスペインではコマーシャルにシンクロ選手たちが登場し、誰もが知るメジャーなスポーツになってきました。そのスペインが藤木コーチとともに世界水泳ローマでさらに一歩上を目指します。スペインとしてロシアを抜くのに一番近い今がチャンスの時期なので、ずっと見てきた中での集大成。いや、今回ほど世界水泳のトップ争いが面白い時はちょっとないかもしれません。ずっと王座にいるロシア、そしてそれを引きずり下ろそうとするスペイン。さあ、どんな作戦で来るのか。まずはスペインに潜入しました。オリンピックの後、メンバーがガラリと変わる国が多い中、スペインではベテランが健在でした。Una poción mágica que me tomo cada noche. Todavía hay retos y objetivos. シンクロ界では普通25、6歳で引退するのが通例ですが、ここには30代で世界一を目指す選手たちがいるのです。体力的にしんどいだけの練習ではなくて、その中に自分たちの人生も含め楽しめる環境がシンクロの中にスペインではあるので、きっと毎年終わるたびに続けもう一回続けようって思うんじゃないでしょうかね。スペインでは選手たち自身が相談して演技を作っていきます。ヘッドコーチのアナ・タレスさんは独自の芸術的センスでアドバイスをしながら、感情表現のあるシンクロを追求していきます。アーティスティックな面を追求するあまり、テクニック面がおろそかにならないようにチェックするのが藤木さんの役目です。恐怖の館をテーマとした今回の作品は、見る者の心を不思議な世界に誘い込みます。スポーツとしてのシンクロに欠かせないテクニック面を徹底的に強化したことで、スペインチームは国際大会で徐々に順位を上げ、今年世界水泳でトップの座を狙うところまで来たのです。2003年、バルセロナ郊外にあるこのナショナルトレーニングセンターに藤木真由子さんがやってきてから今年で7シーズン目。かつて藤木さんはこんなことを言っていました。じゃあ9時から泳ぐからって言われたら、9時に誰もプールにいないし、9時にそのプールに向かう気持ちで車を運転していればいいっていう感覚だったので。それが今はどうでしょう。若手が30分前に来て音楽やモニター機材の準備をし、ベテランも15分前にはプールに姿を見せているのです。スペインチームはロシアを破る日を夢見て、あらゆることを取り入れてきました。服を着て負荷をかけての練習、体の奥にある細かい筋肉インナーマッスルを鍛えるトレーニング、前例のない厳しいトレーニングを選手たちは積極的にこなしていったのです。トップ選手の強化とともに、藤木コーチにはもう一つの大切な仕事がありました。ジュニアの指導です。朝誰よりも早くプールに来て最後に帰るのが藤木さんでした。そのジュニアの選手が今シーズンからレギュラーメンバーに入りました。すごく自分が落ち込んだ時とかって変わりたいなと思う時もあるんですけど、藤木さんはバルセロナで7度目の誕生日を迎えました。言葉も分からず
話し相手もいなかった頃が今では遠い思い出です。同じプールサイドに立つ競泳のコーチはそんな藤木さんをじっと見守ってくれていました。En los mismos Juegos Olímpicos, la felicité personalmente porque gran parte del éxito español es gracias a ella. ロシアを破ってもう一つ上へ。デュエットは北京オリンピック銀メダリストのジェマ・メンガルとアンドレア・フェンテスが金メダルに挑みます。しなやかな動きでスペインの情熱と悲しさを表現していきます。微妙な角度と柔らかな動き、これを合わせていくのは至難の技です。今年5月、8年ぶりに若返ったロシアのデュエットがその全貌を明らかにしました。ロシアのこれまでの路線をそのまま踏襲し、直線的な動きを畳みかけます。ロシアとスペインの直接対決は世界水泳ローマに持ち越されました。シンクロの世界の歴史を変えたい、藤木さんの思いは募ります。ジェマ・メングアル32歳、今やスペインの女性スポーツ選手を代表する存在になりました。去年のヨーロッパ選手権のソロで初めてロシアのイシェンコを破って優勝し、今年のローマで世界チャンピオンの座を狙っています。メダイドールメンガルに対して藤木さんの役割というのは、ロシアの今のソリストが技術的なもんでものすごく高さだとかスピンも正確に回るっていう技術を持っているので、芸術的な面がいくら卓越していてもそこを外してしまったら金メダルが欲しくても取れないところにあるので、ちゃんと技術点も取れるようにっていうのを一緒に私の仕事だと思います。イエスタデイの曲に乗せて大人の女性の心を表現するメングアル。スペイン初のシンクロ世界チャンピオンが生まれるか、それは日本人コーチ藤木真由子の腕にかかっています。7シーズンにわたるスペインでのコーチ人生の集大成です。